オセアン級装甲艦はフランス海軍の装甲艦である。当時のフランス海軍は戦列艦が中心でグロアール以後建造された紅葉装甲艦16隻がフレガイトキュイラッセと呼ばれていたに対し27センチメートル砲を搭載し主力艦クラスの攻撃力を得た本級からキュイラッセですかとおれる日本語で言えば艦隊装甲艦と呼ばれる故障に改めた。 デュピュイドロームの設計による、船体形状は、艦首水面下に昇格を持つ船体に3本のマストと、中央部に1本煙突を持つ、当時の一般的な装甲艦の形態である。艦首の昇格は、水面下で3メートルも前方に突き出しており、内部は、制動が詰められている。船体中央部の4カ所に、円形のバーベットが埋め込まれ、バーベットは150ミリメートルの装甲板が、 リベットで組み立てられた。バーベット内には、1870年型24センチメートル砲を単層砲画で露天に置く、露砲塔である。露砲塔というのは、現在の砲塔形式とは違い、下方の基部のみを装甲で覆う形式を指す、形式である。この時代の漢砲は現在と異なりライフル銃のように、直接標準で撃ち合うようなものであったため二砲の、 上面に砲弾が当たるとは考えられておらず、機部のみを防御する考えであった。24センチメートル砲の砲画の下部は、バーベットから独立したターンテーブル状の床面となっており、数人がかりでハンドルを回すことにより旋回ができた。24センチメートル砲、バーベットの下部の船体側面は178ミ、mm、リメートルから200ミリメートルの装甲板を持つ砲角部となっている。 方角は、髪型から見て、横に長い八角形となっており、左右方向の壁面に3門の方門、斜め前と斜め後ろの壁面に1門の方門が開けられている。方角部の内部には、主砲の1870年型 27cm 砲が、単層方画で4基が収められており、床面には、円弧状のレールで 24cm 砲の方画を、旋回。 移動させることにより少ない訪問から方針を出した。際に訪問を視点として褒美部を動かすことにより、広い社会が得られた。これにより、ラグロワー,ールのように原則に大砲を並べなくとも、少ない門数でも迅速に火砲を敵艦に向けられる工夫であった。他には、複砲として原則に、1870年型14センチメートル砲を、単層砲画で発揮を配置した。 竣工後に、節原乗り込み時の戦闘用の 47mm 回転式後連装機関砲が単装砲がで8機から随時増設され22機まで増備された。他に、対艦攻撃用に 35cm 単装魚雷発射艦が2機から4機が搭載された。本艦に搭載された主機艦は、船体中央部の主要防御区画内部に配置した。 石炭線昇化を発揮に水平型2段膨張式レシプロ機関2機1軸推進で最大出力3460馬力で機関航行のみで速力13.5ノットを発揮した燃料の石炭は650トン搭載された状態で10ノット巡航で3000回りを航行することができたありがとうございます